ロビンファン・ロスマレンは、オランダの男性キックボクサー。北ブラバント州スヘルトーヘンボス出身。ファイトクラブデンボス所属。ゴールデングローリーとは、マネージメント契約のみ。ゲングローリー世界フェザー級王者。元グローリー世界ライト級王者。ロビンファン・ルースマレン、ロビンファン・ロスマーレンとも表記される。70kg 級では、体格的に小柄ながらも、 アグレッシブに打ち合うファイトスタイルで好勝負を連発し、21歳で、一勝ショータイム 70kg、マックストーナメント優勝を果たした。ジップ・ウィリアム・ファン・ロスマレンは、日本で、プライド、に出場したこともある。キックボクサー、弟と妹も、キックボクサーという格闘技一家に生まれる。2004年11月13日に15歳で、プロデビューし、勝利。 2006年2月5日、秋頃に判定勝ち。2007年1月22日、ヤフスカヤ橋に3から0の判定勝ち。2008年2月17日、K1 マックスネザーランズ2008ザフィナールクオリフィケーションにて、リーロイケスナートドロー。2008年4月26日、アムステルダムアリーナで開催された、K、K1 ワールド GP2008 インアムスターダムの オープニングファイトで、ハマディ、エルマ・ハダウィに判定勝ち。2010年3月21日、K1 ワールドマックス2010ウエスト、ヨーロッパトーナメントマイナスにて、1回戦で、ヘンリー・バン・オプスタルに、延長戦の末に判定勝ち、準決勝で、モハメド・カマルに 1RKO 負け。2010年9月12日、ファイティング・ストアーズ・プレゼンツ、イッツ・ショータイム2010にて、 ウィリアム・ディンダーに、左ボディブローで 3RKO 勝ち。二千十年十月十六日、アルティメット・グローリー2千十十一ワールドシリーズ、ファーストラウンドのワンマッチで、マキシム・ウィロフスキーと対戦し、二度ダウンを奪って三から0の判定勝ち。この試合の勝者は、K1 マックスと契約することが試合前から発表されていたが、2011年の K1 は、財政難によって、 活動を休止したため、K1 マックス参戦は実現しなかった。2011年3月6日、ファイティングストアーズプレゼンツ、イッツショータイムスポートハリンズットにて、シャヒット・オラド・アラフとマッコからの打ち合い、4から1の判定勝ち。2011年5月21日、ファイトクラブプレゼンツ、イッツショータイム2011にて、モハメド・カマルと再戦し、1から4の 判定負け。2011年9月24日、イッツショータイムファーストフューリアス 70kg マックス2011トーナメントにて、拳の怪我で欠場した、ジョルジオペトロシアンの代役として、急遽参戦。1回戦で、シャヒト・オラド・アラフと再戦し、再び真っ向から打ち合って、戦意喪失させて2期こ勝ち。準決勝で、 イッツショータイム7 0ラムマックス世界王者、クリス・ナギンビからダウンを奪って判定勝ち。決勝で、アルトゥール・キシェンコからダウンを奪って1、RKO 勝ちで優勝を収めた。ありがとうございます。